今週の赤星オンデマンドは山奥にある個室があってハンモックのある台湾名物のジーパイが食べれる遊べる楽しすぎるカフェをご紹介。それでは行ってみよう。サンドの店よりキックボクシング、どうもつばいです。いやキックなら足ということで本日なんですけども、バックに大自然映ってるんでどこにおんねんと思った人いると思うんですけど、カエルの鳴き声やばくね。ここはね、岐阜県のね、飛騨高山の方の山の中に今いるんですけど、実はここにね、おしゃれなね、カフェがあるということで、今来てるんですけど。カフェか。これカメラ、おー、なるほど。このカメラの後ろに映ってるんですよ。お店の中ね、ハンモックとかあったり、ボードゲームとかもできるようなんで、遊びながらカフェの紹介していきたいと思います。じゃあ早速、ウルトラ。ラーメン。ということで今週の赤星オンデマンドは岐阜県の高山にあるココモックハウスさんにお邪魔してきました。こちらではカフェの利用もできて宿泊もできてしまうという、2階には1回600円で利用できる個室があり、お部屋ではハンモックでくつろいだりボードゲームをして遊ぶこともできます。種類としては人生ゲームやジェンガなどのパーティーゲームが豊富。今回はカフェの利用でこのお店自慢のジーパイを食べてきました。早速ともやさん感想をどうぞ。台湾で有名なジーパイ、チキンの揚げたものになるんですけども、これのジーパイプレートって言うんですけど、なんと間違えてます。ドレッシングでサラダかけないだけの方がこっちに行くと、はい、失敗したと思うよね。もともとのこの唐揚げの味が結構濃いから、あんまりドレッシングかけたのはわからん。それぐらいもともとのこのチキンの味がめちゃめちゃしっかりしてる。続いてはアボカドドリンク。とりあえず俺めっちゃアボカド好きね。寿司ローエビじゃん、必ずエビアボカドを頼むぐらい好きね。それぐらいアボカド好きなんで、話によればこのお店の方のもともとアボカドあんま得意じゃなかったらしいです。これは美味しいらしい。もうアボカド好きなやつが飲むというともっと美味しいです。続けマジで言うわ、アボカドじゃないフルーツ。スムージーとかあるやん、いろいろ口に塗ってるやつ。あれってさ、バナナからさザーってやってあれそのまま飲むやつ、あれに多分ミルク系の牛乳とか入れて、ね、甘くした、そういった味めちゃくちゃうまいよ。やばい。で俺は15点ぐらいかな。全然15点満点。じゃあまあね、はい、じゃあ早速ジェネやってこうか。最初はグルーチキンっぽい。どうやねん、何かえトン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 って、え、あかんジンがトン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 戦闘習ったけど学校で多分そこだと思うんだよ。あ、ほんとえ、なんで逆にどうってカコーンってなればいいよ。そうそうそう、一気にパンって抜いてポンってなればいいよ。それはありよし。ここから2人の攻防が少し続くんで、ちょっと思い出話をしましょう。皆さんはジェンガにどんな思い出がありますか？僕は小学生の時、福祉センターに勉強しに行ってくるって親に言って、ひたすらジェンガしたりゲームしてたのを思い出しました。久しぶりのジェンガだったので、結構2人とも本気でやってたんですけど、やっぱり終わりっていうのは突然訪れるものですね。ここにね、重心があるんですよ。無理やろ。無理やんな。あ、重心がドッキリになってればいいけど、そんな動けんの？そう。なるほどね。ということでね、なんか他にもいろいろあるんですよ。はい、ということでね、この動画がね、参考になったら、グッド、ボタンとね、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。